デリカディ2一部改良の内容は三菱自動車はコンパクトワゴンデリカディコロンにデリカディコロンにカスタムを一部改良し2023年6月8日に発売しましたデリカディコロンにはコンパクトなボディサイズでありながら広々とした居住空間乗り降りのしやすい鉱石スライドドアと多彩なシートアレンジ 使い勝手の良さと優れた予防安全機能を特徴としています。今回の一部改良では、予防安全技術三菱 E アシストに車線逸脱抑制機能を追加し、走行している車線をはみ出しそうになるとステアリング操作を促し、車を車線内に戻すサポートを行うよう制御を加えました。さらに、機能面では、 パワースライドドア予約ロック機能にリクエストスイッチ連動機能を追加。キーを携帯してスライドドアを閉めている最中に、前席ドア、バックドアのスイッチを押すことでドアロックの予約ができ、パワースライドドアが閉まると同時に施錠が完了するなど、利便性が向上しています。デリカ d コロン2のボディカラーは、新色、 キャラバンアイボリーパールメタリックとタフカキパールメタリックを設定しモノトーン7色を展開デリカディーコロン2カスタムは新色2色のルーフにミネラルグレーメタリックを配色したボディカラーが設定され2トーンルーフ4色モノトーン4色の全8色が用意されましたパワートレインは 1>, 1 2リッターマイルドハイブリッドに CVT が組み合わされ、駆動方式は 2WD と 4WD が選べます。価格、消費税込みは、デリカ D コロン2が196万200円から244万5300円。デリカ D コロン2カスタムが221万8700円から247万6100円です。なお、 デリカディコロンにデリカディコロンにカスタムは、鈴木、ソリオ、ソリオバンディットの OEM モデルです。